はい。雨だね。雨がすごいです。今日は14日水曜日、試飲会でございます。3件、まあ、動画一発で全部終わらせますので、まず一発目が元木さん、ギリシャワイン来ました。2つ目ですね、テラベルさん。次はテラベルさん。テラベルさんはロワール、また僕たちが好きなところ。そして最後がヴィレッジセラーズさんですね。ニューワールドですね。いや楽しみでございます。あのね、ほんとほんと、もうちょっとこの天気は本当に嫌。まあでもなんかあったかいね、まあ春めいてきたなっていう感じがします。この定期便のさ、まあ動画をねやってるとさ、こうこの前あったのが、あの木林先生たちのさ対談のところをさ、対談っていうか、まあ、僕と木林先生たちとただ雑談なんだけど、その編集してる時にさ、僕がこうちょっと料理とか行かなきゃいけなくて、でそれでそう、まあいろいろと基地に行ってる時に、こう小声でさ、あの人たちがさ、いやこれ1万円でよく選んでるよなとさ、いや偉いよすごいよっていう風に言ってくれてるところがあってさ、嬉しかった。それは非常に嬉しかった。いやぜひね、皆さんね、定期便すごく美味しいワインたちばっかりですので、ご購入いただければなというふうに思っております。そしてね、いいねとチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。あ、ちなみにさっきのさ、ちょっと、はい、まあ、これもまた雑談なんだけど、アニメージュあったじゃん。アニメージュっていう、あのナウシカとかがさ、アニメージュ、そうアニメージュっていうさ、まあ結構その古い、すごく、まあ、壮観な長いその雑誌、はい、そこでまずナウシカのさ、まず漫画がさ書かれて、それから映画につながっていったんだけど、その時にさ、もともとね、宮崎駿先生はさ、いろんなものやってたんだけど、そのカリオストロの城でさ、実はあの人大こけしたの、ルパンで今となった名作なんですけど、何も盗んでねえじゃねえかとか、心だけしか盗んでいかなかったから、わーいっていう風な感じになり、大こけしてしまったカリオストロのせいで何もやっぱりもう作らせてもらえないと、でそうなった時にアニメージュにこう企画を出して、でそれがナウシカで、じゃあそんなに言うんだったら、じゃあナウシカまず漫画描くわっつって書いたのがあれで、でその時に担当編集やってたのが、編集長かなやってたのが鈴木敏夫さん、今となったらジブリの重役ですね。あの時からの、だから、そうそう、二人三脚なんですよ。ね、なんかあれ見ながら、そうだな、これはただ二人のイチャイチャした歴史を見るんだろうなっていうふうに思いながら、いや、でもちょっとなんか非常に興味のある展示会だなっていうふうに思いましたね。銀座松坂屋でやってるのかな。うん。ちょっと行ってみたい。うん。ということで、新会行ってまいります。メヌシガラスさんの作るサントリーニアシリティコバレル、ヴィンテージがですね、2019年のお値段が6600円ですね、うん、はい。あのね、僕ねこれ飲んだ瞬間にね、正直ブルゴーニュシャルダと間違えます。結構ね、香りがちょっとその、でも香りがマスカットのようなちょっと甘やかしい香りがするんですけど、うん、もうね、僕ねこれ飲んだね、2019年マコンって言いそう、うん、これはね、やっちゃうわ。確かにマコン系のちょっと肉厚な感じというか、ね、あったかい感じ。いやでもちゃんとドライなんだ。これブラインドで出てきたら当たらねえよ。難しいですね。うん、比較的塩味がある気がします。確かにね、うん、非常に美味しい。うまいっすね、うん、アシリティコ 100% です。アシリティコ 100% ですよ。ギリシャで言ったらアシリティコ。あとね、赤だとクシオマグロ、うん、クシオマグロはね、ネビューロみたいになってますけど、ね、タンニンがすごい強いワインに変わってきますね。で、ソムリンポイントいきましょう。うん、まあ、いいソムリンポイント5点としよう。はい、6600円です、はい、うん、素晴らしい、素晴らしいと思います。なんか料理も結構、ね、魚から肉まで肉こ、なんかこれ本当にさ、すごい使いやすいよね、うん、もう魚介系のそういうレストランだったらこれで1本出して絶対満足だよね。
素晴らしいと思います。はい、おすすめです。お疲れ様でした。オトックスさん終了ですね。電車であんだけ横になるさすがだよね。でもあの作り手よかったね。いやー本当他のね9面もね2つあったんだけど全部が良かった。うん、その中でちょっと一番上のやつがね、うん、特にいいなっていうふうに思ったので、それをご紹介でございました。いや次はテラベル、もう歩いてすぐですからね。非常にあのはしごがしやすいテラベルと本木さんでございます。ではロワール行ってまいります。もう着いちゃった、本当にもう着いちゃったよ。歩いてすぐだ、まあはい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 、なんかちょうど来てるじゃない、ちょっと行きましょう。早くして、じゃあ行こう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 。はい、じゃあ行ってきます。フランス、ロワールですね。セバスチャン・ブルネ、ブーブレイの、ドゥミセック・ラフォリーの2016年、お値段3400円です。はい、いいワインだね。香りはもう雑種ナンブランというか、ちょっと香ばしさを感じさせるような柑橘系の香り。あー、ちょうどいい感じのセック。甘すぎないね。いいワインだね。やっぱりこれ、ね、広がりがいいわ。美味しいし、美味しい。やっぱりこういうワインね、やっぱりね、こう染み渡る感じ、もう俺みんなに飲んでほしい。これ3400円ですか。3400円、安い。いや本当これは大量に飲んでほしいね、いいワインだ。迷うだね、飲んじゃったね。飲んじゃいました。分かる分かる、気持ちは分かる。あ、いいな、村民っぽいのと。あ、ちょっと上がっていいですか。 4.3 はどうでしょうか。いいと思います、はい、最高にうまいですね。これ大量に欲しいね。うん、これなんかしょっぱいものとかに合わせて食べたら美味しいかな。絶対漬物とかもいいかもですね。ちょっとボリッとしながら飲む。これね絶対合うな。変えよう、無限に飲めます。いやこれにしようかな。ちょっといろいろと考えている裏側です。はい、それに決めました。はい、裏側さんは。はい、お疲れ様です。さすがのテラベルさん。いやー素晴らしい。そりゃあねそりゃあね。おおお、4月大歌舞伎今やってますけどね。おお、やっぱりこう勧進帳があるっていうのはね、すごいな。見てみたいな。ちゃんと団子にもありますからね。団子にもあるね、やっぱり有名。有名ですね。あ、そう。やっぱ団子りは見ないと。団子りやっぱり有名。見えたらです。なるほどなるほど。はい、勧進帳は誰が出てるんですか。今日は、あ、なるほど、この辺り。見てみたいな、ちゃんとね。大城さんも出てらっしゃるじゃないですか。いや非常に見てみたいなというふうに思うんですけども、いけないね。あ、いけないね。ダンゴリュー、まあそういうね、そういう系です。はい、ではでは、じゃあ次行きたいと思います。はい、行きます。アメリカ、オレゴン州ですね。作り手が、ジ・アイリー・ビーンヤーズさんですね。今日は全部ジ・アイリー・ビーンヤーズさんなんですけど、シャルドネ・リザーブ2012年、ウィラメット・バレー・ダンディ・ヒルズ。はい、お値段が1万と1000円ですね。やっぱ12年か、肉中してるね。このね、落ち着いてる感じはね、あのね、イメージとしてね、結構ね、口に入れてずーっとね、ゆっくり飲んでいくとね、シュナンブランのようなね、優しさだったりとかね、そうね、この、ね、酸の落ち着きってやつを感じちゃいますね。お、なんで笑ってんだろうな。確かにね、さっきシュナンブラン飲んだばかりですもんね。うん、さっきまでずっとシュナンブラン飲んでたからね。なんか香りもちょっとね、ちょっとやってみろよ。おい、お前、ちょっと笑ってんだったらちょっとやってみろかな。ぽくねえか。正解です。わかります。
間違えそうだろ、ちょっと知らん、間違えそうです、ちょっと香ばしさもありながら、そうそうそう、柑橘系の綺麗な感じで、やっぱでもこれ12年っていうこの、うん、やっぱり落ち着いたヴィンテージになったからこそこういう風な特徴も出てんだろうなっていう風な感じがするね、うん、いやこれ本当に間違えます、ね、間違えるでしょ、多分ね、シュナンって言っちゃいますね、うん、で、アイリービアンさんね、掃除って全部エレガントなんですよね、うんうんうん、なんか線が細いけど綺麗な感じで、そうね、エレガンス、はい、ゆっくり飲みたい感じ、おっしゃってます、はい、じゃあソムリンポイントをしよう、ソムリンポイント5.7でしょ、はい、またなかなかいい点数、はい、これはねぜひねこう飲んでもらって、これ寝かせてもらってもいいと思います、うん、ずっとこの酸がうまみに変わっていく、そういう過程もね楽しんでもらえればいいなって、そういう風な素晴らしいワインだと思いますので、ぜひぜひね、ブルゴーニュ好きだったりとかフランス好きの人間をね、はい、ぜひねこれはね飲んでいただければなと思います。2012年だからもうすでにでも8年9年かそうね経ってるわけだからね、すごいですよ、ピチピチか、素晴らしいワインです、おい、お疲れ様でございました。美味しかった。美味しかったですね。うん、アイリーさん。そうか、アイリーさんのワインばかりだからね。はい、アイリーさんだけで20種類ぐらいでした、ね。ピノのねバックヴィンテージもいろいろあってね、はい。でもやっぱり今回ちょっと紹介したかったのはやっぱりシャルドネになっちゃったね。うん。全部白今日。あ、そうか。季節柄かな。でもロワールだったら白になっちゃいます、ね。うん、マジで。でもなんとなく白じゃないですか。そうそうそう。まあシノワブルとかありますけど、ね、そう、あのね、本当はね、なんかこの赤いいなってすごい思ったやつもあったんだけど、ちょっと今回はね、白のあのバックヴィンテージ感がすごく良かったんで、今回はあれは選ばせていただきました。シアイリーさんのピノもすげえ良かったです、ね。うまいね。なんか季節ですね。季節だね。季節だ。ということで今日はこれで終わりますね。次回は来週だな。そうですね。来週が。うん、結構あります、ね、うん、なんか毎日のようにあります、大きいとか、はい、行きますのでぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、とでね、動画、いろんなワインの、テイスティング動画もやってるんですけども、今日から実は阪神ワインの、はい、百貨店さんのですね、美味しいワインをご紹介しておりますので、で動画全部で5本あります、これね見たらね絶対ね美味しいワインでゲットできると思いますので、ぜひぜひそちらもチェックのほどよろしくお願いいたします。全部美味しいですか？で間違いなく全部美味しい。そしてね日々のワインのテイスティング、そしてねあの神主木林先生のゲスト動画もねぜひご覧いただきまして、日々のワインもぜひねお買い求めいただければと思います。はい、はい、じゃあ、いや楽しみです適当はい、ということで今日は終わりでございます。じゃあズガチャ閉めて、ありがとうございます。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ここにね、いいチャンネル登録、ね、ソムリンピックをピッと押していただいて、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。あとね、美味しそうだなと思ったらいいね、こちらもぜひぜひよろしくお願いします。